一重の着物と夏着物、早口言葉じゃないですよ。皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。で、そんなにまだやってないんですけどね。夏といえば大体皆さん浴衣っていうふうに思われてるんじゃないのかなって思うんですけど、着物にも夏に着る着物、季節ごとに変わっていきます。で、それもいろんな素材の種類とかがあって、そういうものを今日は少しだけちょっとご案内したいかなと。一重と夏のお着物に合わせられる帯、夏物なのでこういうふうに透けてるね。これも、これね、透けないんですよね。これね、お名前、七品のお名前つけてください。帯にも種類があって、名古屋帯と袋帯ってあるんですね。まあ、あとはこう幅の狭い半々帯とかあるんですけど、そう、すいません、私実は着物屋でちゃんとお仕事してるんですよ。これは爪かき本つづれ帯って言うんですけど、冬から一重まで使える帯で、二重太鼓に見えるようにこういう風に、これこういう風にね、ペルペルペル。着物って本当奥が深いので、全くわからない人にとっては今の私の話って何が何だかさっぱりわからなかったと思うんですね。そういうことを楽しく、そうなんだって思ってもらえるようなお話を一つ一つあなたにお伝えしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。